唇と唇は触れちまったんですか。だからそれはこのプラネタリウムバーは女の子と一緒に行くと 100% チューできる。いや 200% 200%、そんなとこあるわけねえだろってみんな盛り上がったんですけど、うん、最終的に村井さんがちょっと真央ちゃんと行ってくると。これ今度チューしちゃうのか。何この人体実験。いやそれで言ったらさ、おかしくない。だって待って待って、ちょっとそれで、ね、それで真央ちゃんと行くと、うん、でそのバーは、うん、簡単にお店の紹介も、まあ、マオちゃんから詳しく紹介してもらうとして、簡単に言うと真っ暗。うん、まあまあまあ、はい。で、ソファー席なんですけれども、非常に柔らかめの席で、二人で並んで座ると、重力がゆえに真ん中がへこみ、強制的に二人がくっつくという。おー、すごい！ロマンチック、うん。そう。で、ちょっとこう背もたれが、ちょっとこうゆったりしていて、プラネタリウムバーっていう名前の通りプラネタリウムで、うん、わー星が見えるねーって言ってて、ねえどうってマオちゃんどうって例えば横に見た時にあのやめてしようとしてなくても勝手に唇が固まるみたいな距離感になるっていうバーなの。わーすごい。あのしたい人とかしたくないとかじゃなくて、もうあの近いんだ。もうしょうがないの。重力に人間は囚われてるという。なんでそれ面白い。ガンダム。ガンダム。なの。やばい、ガンダムって。やばい、資料が面白い。っていうバーが白金高輪にありまして。え、しかも白金。で、私はこれを岩井さんとかとも散々話しながら、うん、岩井さんも行ってくんないですかとか散々言ってたら、うん、岩井さんが行くわけねえだろっつって、いや、うん、で村井さん行ったら教えてくれよっつって、私は行った時に、私は山本さんに LINE して、真央ちゃんは岩井さんに LINE したんですよ。2人でこうやって写真撮ってるやつ、バカブルーテーマで、めっちゃ面白い。で私は報告はしたんですよ、こうだ、うんうん、その時の私の感情はこうだった、うん、ああだったこうだった、うん、まあどこで話したか分かんないですけど、うん、まあ、結構話したんですよ、うん、真央ちゃん目線プラネタリウムバーの話してる。覚えてます。いや覚えてますよ、めちゃくちゃ覚えてる。あなた忘れないだろ。あれはね、すごい覚えてる、覚えてるけど、うん、あ、分かった。リアルに誤解があっただけなんで結論だけ言っておきましょう。はい、結論だけ先に。はい、どうぞ。あ、したかしなくか気になりますよ。チュー？うん、何言ってる。いやもう多分だって 200% するんですよ。 200% はやばい、だって100超えてんだよ。限界のパー最低2回するんですよ。すごい優しいシルエットです。
うわ、すごいわ。え、そんなに暗いんだ。暗い。でも、本当にそんなに暗い。でも、それこそ 200% だったら、だって1時間で2回でしょ。1回行ったらでもまあ1時間ぐらいで、そう、1時間ぐらいで、そうね。ってことは、大体15分、10分に1回ぐらい、って音が聞こえてくるんですよ。可能性はある、可能性はある。その辺が、ね、だって他の席があるの。本当に、そのぐらい、私は正直、ここの関係は上司じゃんみたいな、元上司だ。だけど、私は一番気になったのは何かっていうと、そのね、自分の席の周辺の他の席のその物音とか、ちょっとごそごそ感とか、なんかちょっとそこで何が起きてるのかなみたいな、そういう想像力が、それがすごいコンテンツ力あったわけ。そんなこと考えてたの？そうよ。あの人たちみたいな。私の中どうなってんのかなみたいな気持ち。なるほどね。じゃあ経営者目線みたいなことになっちゃったんだ。え、そういう風に言う？え、違くて。まあまあまあ、確かにね、うん、確かに大佐じゃない。いや、ただの下世話の女だよ。周りの気配の音に、ね、うん、そうそうそう、そうよ、そうよ、うんうん、いや、もう結構そんな感じだった、うんうんうん、で、結局唇と唇は触れちまったんですか？だから、それはやっぱり、うん、ちょっとうちのテーブルが、うん、やっぱり0回だったんだけど、うん、他のテーブルが4回やってたと思う。やってた。あ、4回。どういうパーセントだ。いや、そう。なんかこっちは 0% なんだけど、うん、あそこが 200% だったから、あ、200% なんだ。なるほどね。そうそうそう。すごい。ちゃんと取れてるわ、やっぱり。そうそうそう。確率が。そういう状態だったな、きっとな。すごいわ。なので0回です。ぐらい、ちょっと。答えは0回。よかったですね。4回やってくれるお客さんがいて。そうなのよ。うん、あそこのお客さんが1回しかしなかったら、多分3回やってますよ。多分パッってなってる。もう大変なことだよ。って触れてる。でもリラはここアピールした。ん？ソファーについてのちょっとアピールした。お、うん。硬いソファーだったらへこまないから。そうだね。別に、うん、ねえねえって言ったところで顔くっつかないんですよ。まあまあまあ、それはそうですよ。ちょっと柔らかめのソファーだから、真ん中にこうなってるから、うん、体がこうなってるから、ねえってなると顔とかがこうなるの。それはすごいわ。すごい設計の番組。いや、それはすごい考えられてるから。え、それさ、どこ情報で得たんですか？ブログ。すごすぎるし、それを勉強して行ってるところがすごい。でも、行ったのはあんたのだけやねん。他の人で一回見たことない。そっか。あ、じゃあ一緒に。ママちゃんとしか行ったことない。そうなんだ。私とね、人体実験が行われてる。人体実験が。でも、いや、でもやっぱり、そこまで顔近くなると、緊張して、多分私、一点病になっちゃうもん。はいはいはい。もう動かないように。動かないようにすると思う。うん、だって、パッて、なんかその雰囲気が良くなってチューする分には全然いいと思うんですけど、事故でチューって大変じゃないですか。確かにな。ってなるじゃん。いや、はい、確かに。きっかけが事故なんだけど。なるほど。今度その店行こうって言われてる。いや、行きたい。行きましょうよ。夢じゃない。うん、もう我々がそこで、うん、でもまあでもそれを言ったレポの話をしたいですよ。確かにね、うん、それはいい。動画とか配信とかさすがにそういうね、ちょっとこんな盛り上がれるお店がないだろうから、そう、騒いでちゃダメだ、うん、いやすごいな。私でもプラネタリウム本当に寝ちゃうんですよ。え、本当に寝ちゃう。すごく昔の話なんですけど、うん、もう何年前だ、本当にもう6、7年ぐらい前なんですけど、なんか自分をちょっと好きって言ってくださってる方がいて。